明智光秀の腹心斎藤利三、どこまで本能寺の変に絡んでいた。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、明智光秀の腹心斎藤利三について紹介していこうと思います。本能寺の変で織田信長に謀反を起こした明智光秀ですが、その謀反に加担することとなった彼の家臣たちとは一体どんな人物だったのでしょうか。そのうちの一人が筆頭家老の斎藤利三です。有能さを光秀に見込まれて仕えるようになった彼は、本能寺の変へと巻き込まれていくこととなりました。さて、彼の人生をじっくりと解説していきましょう。美濃斎藤氏に生まれる道さんとは別。天文3年1534年、利三は美濃白樫城主斎藤利隆の子として生まれたとされています。美濃の斎藤氏といえば、下克上を果たした斎藤道さんが有名ですよね。しかし道さんはもともと斎藤氏とは全く無関係のところからお家乗っ取りを果たしましたし、乗っ取った斎藤氏は利三の系統とは別なんだそうで、時代は被っていますけれど。利三ですが、初めは摂津の戦国武将松山重治に仕えていましたが、やがて斎藤義達に仕え始めます。一説には最初の正室は道さんの娘だとも言われていますよ。しかし後に稲葉一徹の娘を正室に迎えています。義達の急死により、この斎藤家は揺らぎ始めます。後を継いだ息子の辰沖の出来があまりよろしくなかったため、竹中重治、半兵衛らに稲葉山城を占拠されるなど、信頼は墜落してしまったわけなんですよ。このことがあって、斎藤家の重臣西見の三人衆が離反し、斎藤家は急速に力を失っていくことになります。舅との確執、光秀との出会い。この時利三は西見の三人衆の一人でもあり、舅である稲葉一徹に従い斎藤辰沖から離れました。ところがその一徹とも折り合いが悪かったようで、元亀元年1570年頃には喧嘩別れしてしまったようです。一徹と仲違いした利三に手を差し伸べたのが明智光秀でした。実は利三は光秀とは縁戚だったとも言われているんですね。はっきりとはしませんが、利三の実父利隆の皇室、つまり利三の義理の母にあたる女性が明智光秀の叔母とされる女性だったとも言われているんです。そんな縁もあり、利三は光秀に取り立てられることとなり、筆頭家老になるまでの出世を果たしたのでした。しかし稲葉一徹といえば男気あふれる武将。どんな仲違いをしたんでしょうね。頑固一徹と言われるほど頑固な一徹ですから、利三との間に何か行き違いが生じても和解という選択肢を取れなかったのかもしれないなんて思います。光秀の下で利三は存分に力を発揮します。光秀の大仕事の一つ丹波平定に関わり、平定後には黒井城1万石を与えられました。黒井城といえば丹波の赤鬼と呼ばれた赤井直政が光秀に徹底抵抗し散々苦労をさせた場所。光秀にとって成果の象徴となったこの場所を与えられたことは、利三にとっても名誉なことだったのではないでしょうか。ちなみにサブチャンネルにて赤井直政、明智光秀を追い詰めた男の動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。信長の怒りを買う引き抜き事件と長宗我部氏との関係。さて、稲葉一徹の元から引き抜かれる感じで光秀のところへと仕官した利三ですが、別の稲葉家臣が光秀に仕えるための仲介役をしたと言われています。しかし稲葉家からすれば、二人が光秀に引き抜かれたのとほぼ同じこと。そのためどうにかしてくださいよと信長に訴え出てしまったんですよ。信長は稲葉家の言い分を認め、利三ともう一人を稲葉家に返すようにと光秀に命じます。ところが光秀は、私が良い家臣を持つことはひいては信長様のためにもなるのですと譲りません。信長はその言い方が気に入らなかったのか、
何を小釈なと光秀を折檻してしまいました。その上、なぜか利光には切腹を申し付け、もう一人には稲葉家に戻るようにと命じたとも言います。これが本能寺の変の直前のことだったため、光秀が謀反を決心したきっかけの一つだったのではないかとも推測する説があるそうです。その一方で、光秀が長宗我部氏との交渉役だったのに、信長が長宗我部追討を決めたため、光秀の立場がなくなって謀反を起こしたとも言う説もありますよね。このあたりには実は利光も大きく関わっているんですよ。利光の実母が石貝光政と再婚して生まれた娘が長宗我部元親の正室となっているんです。また利光の実家が石貝氏に婿養子に入っており、その娘は元親の息子信親に嫁いだため、利光と長宗我部氏は結構ゆかりがあったというわけなんですね。そのため利光自身も長宗我部との交渉に当たっていたとも言われているんですよ。光秀を止めたのか同調したのか。光秀はついに謀反を決心し、重臣たちに胸の内を打ち明けます。もちろん利光もその中に含まれていました。ここで利光の態度については2つの説があります。1つは、光秀の娘婿とも言われる明智秀光とともに謀反が無謀であることを説いて反対したというもの。しかしこれは結局、光秀の決意の固さに押されたことと光秀への恩義の重さとで同意せざるを得ませんでした。その一方で、今こそ天下を取る時と光秀を鼓舞して後押しをしたという説もあります。どちらが本当かは不明ですが、皆さんだったらどっちの意見でしょうか。結局光秀は本能寺へと攻め入り、信長を討ちます。その勢いのまま信長の師子信忠も討ち滅ぼした光秀ですが、この時利光は織田方にいた斎藤利治を討っています。この斎藤利治は道三の末っ子であり、利光の先の正室が道三の娘だったとするならば、義弟にあたる人物です。天罰逃れがたし、敗北を悟った利光。信長を討った光秀ですが、中国征伐に向かっていた豊臣秀吉、当時は羽柴が戻ってくるのが凄まじく早く、山崎の戦いが起きました。この時利光は先鋒を命じられていましたが、光秀に対して慎重論を唱えたとも言われています。今日は援軍の見込みがありませんから、戦はひとまず延期し、坂本城へ入って守りましょう。そこならば要害ですし、秀光殿の後詰めもあるでしょうから。こう光秀をいさめた利光ですが、光秀は主を殺した自分に何を恐れるものがあろうか、そんなに先手をやりたくないならば他の者に申し付けると息巻き、頑として譲りません。利光は、主君殺しの天罰は逃れがたいか、負けの兆しが見えるなとつぶやき、戦場へ向かったといいます。この逸話を取るなら、光秀に謀反を打ち明けられた時、利光は反対していたのではないかと思いますね。そして光秀の天下は三日殿下と呼ばれるほど、あっけないものに終わったのでした。親友が首を取り戻す。山崎の戦いに敗れた明智勢、利光も敗走し、やがて秀吉の手の者に捕らえられてしまいます。そして斬首となり、本能寺にて晒されたと伝わっています。逆賊の神となったわけですから、その首をどうこうしようなんて普通ならとてもできるものではありません。しかし利光の親友で絵師の海宝雄章は、果敢にも槍を片手に突進し、見張りを蹴散らして利光の首を奪い返したんですよ、諸説あり。そして京都の新生極楽寺新女堂にその首を葬りました。また利光の意地を一旦かくまったとも言われています。利光の意地の一人は、やがて祖父稲葉一徹のもとに身を寄せ、多くの苦難を経てついに将軍の乳母にまで上り詰めます。これが春日の局です。まさか娘がここまで出世するとは利光も思わなかったでしょうね。まとめ1、斎藤義辰に仕えたが、その死後は舅の稲葉一徹と行動を共にし、斎藤家から離反した。2、一徹と喧嘩別れしてしまったが、明智光秀に仕え筆頭家老となった。3、長宗我部氏と関係があり
本能寺の変のきっかけに関わったのではないか。4、謀反を決意した光秀を止めたとも後押ししたとも言われている。5、光秀に諌言を退けられ敗北を覚悟したという。6、捕獲され斬首されたがその首を親友が取り戻した。本能寺の変の原因については今も謎が解明されていませんよね。利光の思いも本当はどうだったのか想像することしかできないわけですが、光秀の家臣ってみんな忠義心が熱いんですよね。利光も立派な武将だったのだと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の前にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてください。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。